ちは、ジュールの小川大輝と言います。小川選手は7年前から入院する子どもたちとの交流を図っていて、こちらの病院への訪問は3度目です。7人の子どもたちにジュビロ磐田のマスコットキャラクターのぬいぐるみやポストカードなどを手渡し、サインや写真撮影に応じました。ファンクラブ入ってるよって。ありがとう。子どもたちは憧れの選手の訪問に喜んでいる様子でした。サインもらって嬉しかったです。優勝してほしい。僕たちもその笑顔からすごいエネルギーをもらいますし、久しぶりにこうやって機会を設けることができて本当に良かったなと思います。来年は J1 ということで、昨年以上にチームとして頑張りながら、子どもたちの笑顔をもっと増やしていけるような、そんなプレーをピッチ上でも表現していければいいかなと思います。